大サイズの段ボールにプリンカップが届きましたよ。うわ、行さん入ったる。これが430ですね。今回ね、ちょっと容量の大きいプリンカップ注文してますんで、かなり量があるように見えますけど、実際はそうでもない。860が100個と、430が100個ですからね。最近はこういう用品も値上がりしちゃって高くなったね。だから、200個しか中には入ってないんですけど。まあ、かさばりますよね。見た目がね、どうしても大きなプリンカップだから仕方ないですけど。僕がいつも使ってるプリンカップはこの4サイズになります。20年以上これしか使ったことがありません。まず一番よく使うのがこちらです。120mm。これはクワガタの産卵セットなんか割り出した後、小児霊幼虫をこの 120mm で管理していくんですけれども、4箇所ほどね、穴を開けて使っていくんですけれども、クワガタの産卵セットを割り出すと幼虫って結構数出ますから、必然的に 120mm が一番使用量としては多いです。なので、いつも注文する個数としては何百個っていう単位で注文してるんですけれども、まあ消費が激しくて汎用性が高いですからね。まあ何しろ小回りが効くんで、スペースもあんまり取らないですし、数多く扱いたい時に非常に向いてます。120mm もあると、ある程度のサイズ的な余裕もありますから、クワガタの幼虫、小児霊なんか特にそうですけど、一時保管するのには最適ですね。あとは、この 120mm で浮かまで持っていくっていうクワガタもいるにはいるんですけれども、そうですね、虫もんをクワガタだとか、ヒメヒラタの系統、あとはサビクワガタなんかはこの 120mm で餌交換2回ほどで浮かまで持っていくことが可能です。でこういったね、プリンカップで仕上げたクワガタって割と休眠期間で落ちちゃったりだとか、まあ産卵セット組んでもあまり産まないっていうことが多いんですけれども、ヒラタクワガタとか小型ドルクスでも強い種類でしたら、こういう小型プリンカップで仕上げても寿命も長いし全然産卵してくれると思います。ただ自分の経験になるんですけど、ノコギリクワガタは大体ダメですね。あれはちゃんと餌の量を食わした方が多分寿命も長いし、休眠期間にポロッと落ちるってこともなくなっていくと思います。次にこちらご紹介させていただきます。200って書いてますね。 200mm プリンカップ、幅広だけど高さがないっていうね、そういうプリンカップになるんですけれども、僕の飼育では基本的にはほとんど出番がないですね。一般的に見ていくと、河原竹とか大平竹のブロックを詰めて菌が回った頃に産卵セットから割り出した初霊なり初二霊なりを投入して1本目の餌食わす時に使われてるパターンがかなり見受けられるんですけれども、僕の場合はね、まずプリンカップは 120mm でクワガタの幼虫管理してますんで、200はほとんど出番がない。まあ、ただ大型アドルクスでね、大きいのを狙って作ろうとしてらっしゃる方々は割とこの 200mm 使ってらっしゃるケースが多いんじゃないかと思います。僕の飼育で一番出番が多いのがこの 120mm のプリンカップなんですけれども、まあ、やっぱり産卵セットから割り出したクワガタの初二霊幼虫を1匹ずつこちらに入れていきますんで、その分数多く消費して出番が多いということなんですけれども、次によく使うのがこちらですね。 430mm。 これはね、幅広だし高さもあるしで、
幼虫の飼育容器としても随分重宝するサイズ感になってまして、430で餌交換1回2回すればいろんなクワガタちゃんと作れるんですよ。まあ、特に最近やってるのがラムプリマとか金色クワガタの系統ですね。430ミリで餌交換やっぱり1回2回ぐらいでちゃんとしたサイズのいい虫が出ますんで、まあ、非常に重宝してます。あとはカブトムシ、外国産の大型種なんかでも産卵セットから割り出して430ミリで単独管理すると、まあ、無理なく幼虫体重が伸びていってくれますんで、外国産のカブトムシなんか非常に向いてますね。まず1回目の投入はこちらの430使うことがかなり多いです。あとはツヤクワガタとか丸バネクワガタの1本目のプリンカップ、産卵セットから割り出してまず入れる容器としても430ミリは重宝します。ツヤクワガタとかね、丸バネクワガタとかね、まあ、ネブトクワガタもそうなんですけど、飼育容器の中のマットを大きな空洞を作って食べていくタイプの幼虫になりますんで、必然的にある程度の容量あるプリンカップの方が、まあ、飼育容器としては向いてるわけですね。なので丸バネとかね、ツヤクワガタでサイズ狙っていきたいという場合はもう1本目430のプリンカップっていうのが僕の中では結構必然的になってくるんですけれども、まあそこは人それぞれいろいろあると思いますんで、それでいいんじゃないでしょうか。最後はこちらですね、860ミリのプリンカップ。この860ミリはプリンカップとしては最大サイズになるんですけれども、僕の飼育ではやっぱりそうですね、外国産の大型カブトムシをこっちに入れて1匹ずつ産例初期ぐらいまで引っ張っていったりはします。まあ、大型カブトムシね、本気でサイズ狙うんだったらいきなり大きなケースに移してやった方がある程度、まあ、ゆとりがある飼育になるんですけれども、まあね、卵でねいっぱい出てきたとか幼虫いっぱい取れたっていう時は860で1本目管理していくと、大型カブトムシでもある程度スムーズに体重が伸びて加齢していってくれるっていうような、そういうイメージですかね。クワガタの幼虫は860にはなかなか入れないですね。まあ自分の場合ですけれども、まああと一番出番が多いのはやっぱり虫を梱包する時というかね、発送に使うっていうのが大体のパターンで、860のプリンカップだったらね、どんなクワガタでもある程度入ってくれるし、カブトでも中型種までいけますし、カナブン、ハナムグリまとめて荷物で送るときとかは860使いますね。まあ、飼育容器としてはカブトムシぐらいなんですけど、まあ、どちらかというと発送時の梱包によく使ってるサイズですね。こちらのトレイではラトレイユ金色クワガタの幼虫を管理してますね。430ミリになります。餌交換1回2回で浮かまで持っていきます。これはヤマトサビクワガタの幼虫ですね。120ミリなんですけれども、餌交換1回で浮かまで持っていきます。ヤマトサビクワガタはね、この120ミリで成虫まで持っていってもそれなりのサイズ感出ますし、まあ、産卵も期待できる成虫が作れますんで、全然120ミリで OK です。サビクワガタの系統120ミリで OK です。ただオパクスサビクワガタなんかはサイズもそこそこ期待できる虫なんで、まあ、大きいのを作りたいという方は瓦丈がいいと思いますよ。それ以外はもう全部これで OK ですね、サビクワガタ。でこれはパップは金色クワガタの成虫を管理してますね。一匹ずつこんなプリンカップでね管理してます。まあ、成虫の管理も種類によっては可能なんで430ミリやっぱ出番が多くなっちゃうんですけれども、
まあ、今のところプリンカップの使用状況ってこんな感じですね。まだ産卵セット終わり出してないんで、幼虫も数多くいるわけではないです。で、まあ、ちょっとね、お願いがあるんですけれども、まあ、僕の飼育方法のご紹介っていうだけの話ですので、まあ、うちの動画は全てそうなんですけれども、なんかね、ちょっとでも断定的な口調で言うと、いやそんなことはない、俺はこう考えるみたいなコメント来るんですけれども、皆さんの方が正しいんで、間違いなく自分なんかも業者もブリーダーもとっくに引退してるしょうもない老害ですから、いや俺はこう考える、お前は間違ってるみたいな言い方されなくても大丈夫です。そんなにね、皆さんみたいな優秀な方々に関わってもらう必要もありませんので、すいませんけどそれでお願いします。